北海道日本ハムファイターズが北海道179市町村を全力で応援。ファイターズナインがなんとあなたの街の応援大使になります。毎年18市町村にそれぞれ2名の選手を応援大使に任命。それを10年間実施するという壮大な企画がスタート。ファイターズナインが全道各市町村の皆さんとより身近な関係になれるようにしていきます。こんにちは、北海道知事の高橋晴美です。北海道日本ハムファイターズの皆様、パリーグ優勝本当におめでとうございます。ファイターズの皆様が全道179市町村の応援大使になっていただけることになり、とても嬉しく思っています。選手の皆様と地域の皆様とが一緒に北海道を盛り上げていただけることを期待しています。来年はファイターズが北海道に本拠地を移してから10年目、この記念すべき年に必ずや日本一を奪還できるよう私たちも全力で応援をします。頑張れ北海道日本ハムファイターズ。聞いていただければと思うんですが、さあ順番に皆さん引いていただいています。この中に市町村の名前が書いてあります。まだ開けないでくださいね、まだ開けないでくださいね、はい、よろしいでしょうか皆さん。ではもう一度整列していただいて、それでは皆さん一斉に開封してください。おお、いいリアクション。矢野投手が皆さんに鶴岡選手に聞いてみますか、はい、手鹿賀町です。手鹿賀町、手鹿賀町の応援大使に鶴岡選手と谷本選手当選です。上の国町です。上の国町、来ました、上の国町です。はい、滝川市です。滝川、おお、こちら空知の滝川を斉藤佑樹投手が引きました。続いて中田選手、網走市。網走、なんと中田選手、選手が網走を引きました。網走、白老町です。白老町、おお、稲葉さん、白老町といえば何かご存知のことありますか。お肉ですよね。お肉、白老牛の産地です、いやー、稲葉さん満面の笑みです。いやお肉たくさん食べていただきたいと思いますけれどもね。猿払村、猿払村、これはまたついに村になりました。宗谷振興局、かなり北ですよ。おー、嬉しそう。ということで、はい、18市町村の応援大使がご覧のように決まりました。皆さんの街にはどの選手が足を運んで応援をすることになるんでしょうか。2013年シーズンは皆様の街とともにファイターズ選手が歩んでいきます。ぜひご声援いただきますようにお願いいたします。そして2014年以降、今回選ばれなかった市町村が選ばれていきます。どうぞお楽しみにしてください。